皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG ニューステートやっていきたいと思います。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。今日はですね、家屋戦などの、突入時のね、コツなんかをお話ししていきたいと思います。よかったらね、最後まで見ていってください。はい、ではやっていきましょう。はい、では家屋戦においてのお話をしていきたいと思います。まず頭に入れておいてほしいのは、家屋戦、まず突入する側の方が不利です。家屋から待っている方の方が、すごく強くなります。なぜかというと、こうやってほら来る位置分かっていたら、もうそこだけを見ていればいいので、待ってる方が、強くなります。逆に突入する側はどうしたらいいのかというと、一番いいのはまず投げ物を投げること。グレネードなどを投げ入れて敵さんの位置を変えてやったりするんだよね。こうやって角待ちしてたりしたら、グレネードとか投げられると危ないと思って逃げたりするじゃん。こういう風に動きがあったりすると、突入しやすくなりますね。はい、角待ちのガン待ちっていうのをしづらくなるんで、はい。なので、突入する側はしっかりグレネードをポンポン投げてから一気に突入します。で、この突入するときに大事なことは、このレティクルっていうこの点があるじゃないですか、中央画面中央の点ですね。この点をしっかりと、敵さんがいるであろう位置に合わせる、合わせて突入すること。ここを、合わせておけばすぐ打ち出せる。こんな感じで、例えばこれが合ってなかったら、こんな風に合わせながら打っちゃうことになるので、しっかりと合わせてから打ち込んでいくっていうのが大事になってきます。これですね、階段戦とかだと階段のこう上を見ながら行くとかね、ここに例えば行ったとしたら、こう攻めるときにここに大体いるとしたら、ここにもう置いておく、ここに置いておく。はい、こうやって下から詰めて打つんじゃなくて、そうじゃなくしっかり合わせていく。はい、こうやって合わせずに行くと合わせなくちゃいけない。後から合わせると遅くなっちゃうので、しっかりとこう合わせておく。そうすることによって突入が楽になるということですね。勝率アップです、これが。はい、ということでね、まあ突入時のね、動画があるので、しっかりちょっと見ていただければいいかなと思います。これの場合、僕が今見せる動画は、複数戦ですね。スクワットにおいての突入の仕方なんで、ミカさんと連携して突っ込んでる感じになります。いや、みんな行けばこれいけるよ。もうそうね、行きましょう。ちょっと回復しますね。グレ持ってますか、誰か。グレ持ってない。俺もないな。な、グレ入れるよ、グレ。火炎瓶。頑張れ。あ、入った入った入った。よし、今行ける。行こう行こう。でも火炎瓶、火炎瓶とね、シールドで上がれない。火炎瓶とシールドでね、上がれない。火炎瓶投げるわ、じゃあ。火炎瓶投げる。おいしょ。燃えろ、燃えろ。燃えて、燃えて。チルドあった、行くよ。行くぞ。流れで。おー、ナイス。オッケーオッケー、やったやった。終わりー、ナイスー。ナイスー。はい、それでは2つ目の戦術をいきたいと思います。2つ目はですね、エリア管理です。一番最後、後半のエリアをうまくいい位置を取ることができれば、基本的にも勝つことができます。はい、どういったことかというと、エリアがね、例えばここ中心になってするじゃないですか。今僕がいるとこが中心になって、他のとこから敵さんが攻めてくるみたいな状況になった時に、敵さんはここに向かってこなくちゃいけなくなりますよね。はい、そしたら、こっちから待ってる側っていうのはめちゃめちゃ楽なんですよね。敵さんが来るのを待つっていう状況っていうのはめちゃめちゃ、強い状況なんで、その状況を、エリア終盤で作ってあげることが、勝利への鍵になります。はい、これはめちゃめちゃ大事なことで、なのでそこで必要なのは、後半に車だったりとかエリアをね、しっかりと取っておくことが大事になります。はい、これもちょっと具体例の動画を、しっかりちょっと見ていただければいいかなと思います。はい、
いやー、ここ四方八方にいるな。詰めてきた可能性もあるから気をつけて。一応ね、外に私はいる。あー、通るのかな。ここめっちゃ入っとる。お風呂場。入ってる。隊長、ど真ん中じゃん、それ。ど真ん中、そう。このお風呂場。でもね、これ撃てないんだよ。うん、撃てないね、それ。そう。まだこっちの家にもいますね。あー、まだそこもいるんですね。寄ってくるか、これ。あ、来た来た来た。隊長来た。なんか、あいつバナナ。SE 方向来た。来たね、バナナだったね。隊長気をつけてね。進路。来たよ。バナナ決めようぜ、進路。俺だ。ナイス。俺が進路バナナだ。あと1枚、あと1枚、あと1枚。あと1枚だよ。みんな。あと1枚だよ。勝ちだこれ、勝ち。気をつけて、気をつけて。ちょっと待って、いや、俺は油断しないぞ。お風呂入る。気をつけて。いや、お風呂にグレネード投げる。危ない危ない危ない。終わりー。うわ、終わった。さあ、どこに。これ家に寄ったらこれ。家に寄ったらね、チンだね。チンだよ、これ。家に寄ったらチン。来い。あ、来た、勝った。ナイス、勝った。これは勝った。車潰したよ。あ、あそこいるじゃん。あそこいますね。うん。じゃあちょっとこう。やろう。もう一回くよ。オッケー、やったやった。ナイス。もう一回行って。ナイス。オッケー、オッケー。どっから来るか。右から回ってくるかな。向こうのは強いから。あ、いるいるいる。起こしに行ったな、あれ。起こしに行ったね。あー、くそ、やりきれんかった。やばい、起こされたな、あれ。ただしかし相手は来るしかないから。あと家か。あ、家ですね。あれは今降りたな。家降りた。木耐えてる。そこ。うん。木耐えてる。あー、右回ってくるね。うん。回ってる。ただ岩裏にそこ。ここ多分2枚いる。そこに2枚いる。多分。あと、キーピー撃ったところ一人ね。出てきた、出てきた。オッケー、やった、やった、やった。あ、3枚出てきたな。3枚だ。オッケー、オッケー、ナイス。キャリー1枚やったよ。もう1枚。よし、1人、ナイス。2枚やった。あと1枚ね、ここ、岩、あそこ岩。あそこか。岩裏。右に展開してるよ。了解。急だ、今。急だ、了解。2点やって。岩裏ね、今。あそこの岩裏。了解。ここね。ここ、岩裏。了解。いや、今ここに移動した。待っても勝てるんじゃないこれ。うん、待っても勝てる。うん。あ、今、善一くんが行った。頑張れ、善一くん。決めろ、決めてくれ。決めろ、ナイスー、ナイスー、ナイドン。あら、完璧。完璧だわ。パーフェクトゲーム。パーフェクトドンカツ。ナイスだ。はい、ということで、今回の動画は以上になっております。少しでも良かったと思っていただけたなら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回やっていきたいと思います。じゃあね、バイバイ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひね、次回の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。